ワンスリー、よく見たフォアボール、これで塁が埋まりました。ここでチャンスに期待がかかるバッターアレックス、これが3打席目になります。インサイド、胸元はボール、ワンボールから投げた、スライダーボール外へ投げた、インサイドボール、次が4球目、際どい球、選んでフォアボール、押し出し、ここでタイムがかかります。鈴木、降板、高橋、満塁の場面での登板です。右バッターボックスは3番栗原、外角際どい球、ボール、ボールワンから投げました、速球決まってストライク、第3球を投げました、打った、引っ張った、ファウル。さあ4球目、打ちました、詰まった、切れていきます、ファウル。さあ投球5球目、打った、セカンド掴んだ、ファーストへ1塁アウト。序盤終わって6対3カープ逆転に成功しました。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターはタイロン・ウッズ、今日2打席目、第2球を投げました、フォーク決まってストライク、長谷川追い込んでいます、投げました、膝元空振り三振、左バッターボックスは5番森野、これが2打席目になります。外角低め、判定はボール、直球決まってストライク、フォークはストライク、長谷川追い込んでいます。さあ4球目、決め、空振り三振、バッターは6番イ・ミョンギ、今日2打席目、さあ1球目、外角低めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました、打った、バットが折れた、ファーストへ送る、1塁アウト、これで3アウト、最後は内野ゴロで終わりました。4回表が終了して6対3カープ、3点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは奈良井、アウトコースわずかに外れてボール、投げた、直球打った、一塁へ、一塁アウト、ワンアウト、バッターは5番前田、第1球を投げた、アウトコース高めいっぱいストライク、投げました、引っ張った、一塁線フェアだ、打ったバッターは一塁蹴って二塁も狙うか、さあワンアウトからのランナーが出ました、投げました、スライダー決まってストライク、ワンストライクノーボール、第2球を投げました、ボール外れた、わずかに内側、インコース詰まらせた、一塁へ牽制球を送ります、セーフ、追い込んで第4球を投げました、バッターは7番島、投げました、外角高め直球ストライク、速い球できました、第2球を投げました、ボール、スライダー外れました、一塁牽制セーフ、投球3球目、アウトコースへボール、ワンストライク2ボール、次が4球目、投げた、外角低め打った、ストレート空振り三振、スリーアウトチェンジ、高橋ナイスピッチング。4回が終わって6対3カープ無得点で終了です。5回の表3点を追いかけますドラゴンズの攻撃、先頭バッターは7番秀典、シュートはボール、秀典集中しています、インサイドわずかに外れた、投げた、ここを選んでフォアボール、長谷川ストレートのフォアボールを与えます、低めのストレートボール、さあ2球目、シュート見送ってボール、第3球目はボール、ボールカウントロースリー、投げました、直球ストライク、第5球を投げました、打ちました、
これは面白いところに上がっているが、アレックス前に出る。センター取りました。一塁送球。ここでタイムです。ピンチヒッター藤井。交代をお知らせいたします。バッター藤井、背番号22。第1球を投げました。フォークはボール。まずは外投げました。カーブはボール。投げました。速球外れました。藤井よく選んでいます。次は4球目。投げました。打った。1、2塁間ライナー破っていった。2塁はどうか。2塁セーフ。さあこれでワンアウトランナーは1塁2塁。さあ1球目ストレート空振り。ワンナッシング。インコース低め。フォーク決まってストライク。バッター追い込まれました。直球空振り三振。バッターはチャンスに強い花火。これが3打席目になります。打った。セカンドボールを掴んだ。1塁に送る。1塁アウト。ランナー1塁2塁残塁。5回の表が終わって6対3カープ3点リードは変わりません。ここでタイムを取りました。高橋マウンドを降りまして、久本今日4人目のピッチャーとして登板です。これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターはクラ。今日3打席目。ストライク。山本厳しいボール。まっすぐできました。1球目ストライクから投げた。カーブ空振り。内角低め打った。ヒット。カープ先頭バッターが出塁します。さあ初球ストレート決まって、ワンナッシング。内角低め判定はボール。投げました。アウトコース低めいっぱい。ストライク。ストレートで押してきます。投げました。オフスリーバントだ。ファーストへ。スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。そしてここでバッターは東出。これが4打席目になります。投げました。スライダーをアウトコースへ。ノーツー。ノーツーから投げました。アウトの変化球ストライク。ワンツー打ちました。一塁アウト。そしてチャンスの場面で期待のできるアレックス。見送ってボール。ノーストライクワンボール。第2球を投げた。カーブ決まってストライク。低めいっぱいの球。インコース詰まった。ツーエンドワンから投げた。外角高め打った。ボールを取った。ファーストへ送る。アウト。スリーアウトです。三塁残塁。前半終わって6対3カープ。この回0点に終わっています。ここでタイムがかかります。長谷川降板。林今日2人目のピッチャーとして登板です。ゲームはこれから後半6。この回の先頭バッターは中村。変化球ストライク。インローへ。シュートを使ってきました。ワンナシン。変化球ストライク。インコースへ。バッター追い込まれました。さあ3球目。インハイ打った。ボールを取って一塁送球。一塁アウト。中村これで3打席連続ノーヒット。投げました。打った。詰まった打球。ファウル。投げました。ストレート決まってツーナッシング。軽く追い込んでまいりました。投げました。インコース詰まらせた。そよぎ落下点に入った。取ってアウト。ツーアウト。バッターは5番森野。これが3打席目になります。前に決まったストライク。厳しい球。投げました。インコース詰まった。林足が止まって構えた。掴んでこれでスリーアウトになります。最後はピッチャーフライに倒れました。6回の表が終わって6対3カープ3点リードは変わりません。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番栗原。今日4打席目。投げました。インコース詰まらせた。掴んだ。一塁アウト。ワンアウトです。バッターは4番新井。これが4打席目になります。第1球を投げた。ボン。
変化球ストライク。投球3球目、変化球ストライク、インローへ。ツーアウト追い込んでいます。さあ4球目、外角高め、空振り三振、完全に振り遅れました。さあ初球打った、三遊間ライナーへ打った、二塁へ。前田、これで3安打猛打賞、ここでタイムです。下本マウンドを降りまして、平井今日5番手としてマウンドに上がります。バッターは6番ソヨキ。変化球ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました。第2球を投げた、打ちました。一塁へ、一塁アウト。一塁ランナー前田残塁に終わりました。中盤を割って6対3カープ、スコアボードに0の文字が入ります。いよいよ終盤戦に突入します。先頭ます。さあ先頭ピシ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 。さあ次の投球です。打ち上げた、イ・ビョンギショートフライに倒れました。右バッターボックスは7番秀典、今日3打席目、打った、これはヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。一塁へ一つ牽制球を送りました、セーフ。さあ初球アウトの直球ストライク。さあ次の投球です。流し打ちどうだ、ボールを掴んだ、二塁送球、二塁アウト、一塁は一塁もアウト、ダブルプレイ、スリーアウトです。7回の表が終わって6対3カープ依然3点リードです。7回の裏カープザッキーセブンの攻撃に入ります。今日2本のヒットを放っている島。さあ次の投球です。打ちました。さあ3球目、フォーク、空振り三振、ここまで2安打のクラ投げました。おお、落ちる球外れました、これはわずかに低いか。投げました、内角ボール球打った、ここでタイムを取りました。代打はイオ。投げました、まっすぐ決まった、ストライク。投げました、低め、フォーク外れてボール、ワイドワン。投球3球目、打ちました、ヒット、二塁へ送る。さあツーアウトからのランナーが出ました。さあ1球目、外角高めいっぱいストライク。さあ2球目、内角ボール球打った、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト、一塁ランナーイオ残塁に終わりました。7回が終わって6対3カープ、この回の攻撃は0で終わっています。ここでタイムがかかります。林降板、横山今日3人目のピッチャーとして登板です。林代わりまして横山、バッターは代打上田。ドラゴンズ選手の交代をお知らせいたします。バッター上田。さあ1球目打った、理由考えない、破っていった、セカンド。さあノーアウトのランナーが出ました。さあ1球目、ストレート見送ってボール、アウトコース際どいところ、ワンボールから投げました、ボール外れました、これも外に外れました。打った、セカンド送る、2塁アウト、1塁送る、1塁もアウト、ゲッツー。カープいい守備を見せました。バッターは2番田中。第1球を投げた、速球ストライク。第2球を投げた、ストライク、決まった。さあ追い込まれました。第3球を投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。8回の表が終わって6対3カープ依然3点リードを保っています。ここでタイムです。平井マウンドを降りまして、岡本今日6人目のピッチャーとして登板です。カープこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番アレックス、これが5打席目になります。
さあ次の投球です。トライ。投球3球目打ちました。ヒット。ボールは中継。アレックス今日初めてのヒットを放ちました。さあ初球エンドを見送ってストライク。さあ次の投球です。ストレートを内角へ。ワンエンドワンからライト直球決まってストライク。ストレートでグイグイ押してきます。投げました。空振り三振。これでワンアウト。ランナーは一塁とあります。バッターは4番新井。今日5打席目。インサイドついてボール。第2球を投げました。外角高めいっぱいストライク。投げました。打った。ボールを取った。2塁へ。2塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。これで3アウトチェンジ。8回が終わって6対3カープこの回0点に終わっています。ここでタイムを取りました。横山降板。長川今日4番手としてマウンドに上がります。いよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは中村。今日4打席目。ファールボール。ファールボールにご注意くださいませ。膝元変化球ストライク。フォークボールを使ってきました。ツーナッシング。打った。セカンド取ってファースト一塁アウト。中村これで4打席連続ノーヒット。バッターは4番サイロンウッズ。内角低めフォーク決まってストライク。投げました。インコース詰まった。長川ゆっくりと構えた。取りました。タイロンウッズ。ピッチャーフライに倒れました。カープ勝利目前。第1球を投げた。変化球ストライク。インローへ。スライダーを使ってきました。第2球を投げた。直球見送ってボール。速球見送ってストライク。さあ次が最後の投球になるか。落ちる球ボール外れました。ボリーノよく見ています。さあ投球5球目打ちました。島手を挙げて掴みました。最後のシーンのリプレイをご覧ください。試合終了。そよぎ今日の試合を決定づける勝ち越しタイムリーを放ちました。ご覧いただきましたように広島東洋カープ対中日ドラゴンズ6対3カープ勝利という結果に終わっています。実況担当川地直樹で広島市民球場からお伝えしました。